エスコンフィールド神イベント開催。10月24日木曜日、プロ野球ドラフト会議パブリックビューイングイベントを開催。場所はエスコンフィールド内のダイヤモンドクラブラウンジ。参加費は5000円で弁当付き、定員は120名とのことです。エスコンでドラフトのパブリックビューイングやるんだな。マジでドラフト鑑賞会やるんか。野球本編よりもドラフトの方が好きなやつが普通にいるからな。それなかなか面白いイベントだな。ダイヤモンドクラブラウンジ、なんかおしゃれなレストランだね。ここはお高いチケを買ってないと入れない場所だよ。ビュッフェのところってことはダイヤモンドクラブシートのやつと同じか。普段は入れない場所に行けてディナーショーと考えれば安いか。自前球場の強みを存分に使ってるな。札幌ドームの時と比べてどれほど利益が出てるんだろうか。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。